広に立つキシバイビクトルバスネツオフ、有志と若返りのリンゴと命の水は、ロシアの民話。アレクサンドル・アファナーシェフの編纂した、ロシア民話集に収められている。目の見えなくなった、年老いた、王様は、若返りのリンゴと命の水の噂を聞き、三人の、息子に探しに行かせる。一番目の息子が旅を進めると同票があり、馬は越え人は植える道。 自らの命を失う道、人は声馬は飢える、道の三つが示されていた。彼が三番目の道を選んで進むと、未亡人の家に招かれ食事をもらう。未亡人の娘のドゥーニャと寝るよう勧められ、それを受け入れると、彼は地下室に閉じ込められる。二番目の息子も同じ運命をたどる。末っ子は未亡人の家で添い寝を勧められるとそれを断り、 風呂に入りたいと申し出る。ドゥーニャは彼を風呂場に閉じ込めようとするが、末っ子はドゥーニャを棒で叩いて、兄たちの居場所を自白させる。兄たちは解放されたが城に戻れずにいた。末っ子が旅を進めると布を折る娘に会う。道を尋ねると彼女は姉に聞くように言う。さらに、旅を進めると、さっきの娘の姉に会う。道を尋ねると、 二枚翼の馬に乗り換えてさらに上の姉に会うように言う。上の姉に会うと四枚翼の馬に乗り換えて魔女の庭に忍び込むように言う。庭から若返りのリンゴと命の水を盗むと急いで城へ戻った。盗まれたことに気づいた魔女は六枚翼の馬で追いかけるが捕まえられず兄の手で殺されると予言して帰る。末っ子は 帰り道で二人の兄が寝ているのを見つけると馬を離して一緒に眠り始めた。目覚めた兄たちは若返りのリンゴを盗んで末っ子を地下の国へ落とす。その国ではドラゴンに毎年娘を差し出さなければならず、今年は王女の番だと聞いた末っ子は王様に王女を助けると誓う。王様は助けた末には願いを叶えた上、王女との結婚を約束する。 末っ子はドラゴンが現れたら、起こすよう王女に言って眠る。ドラゴンが現れるが王女は末っ子を起こすことができず、泣き出してしまう。涙がかかると、末っ子は目を覚まし、ドラゴンを倒して、頭を、岩の下に、体を海に隠す。隠れていた男が、末っ子の首を切り落とし海に捨て、王女に自分が助けたというよう脅す。王女が男に助けてもらったというと、 王様は結婚の準備を始める。王女は海へ行き、漁師に末っ子の体と頭を取らせる。王女が末っ子の懐から命の水を取り出してかけると末っ子は生き返る。結婚式で末っ子が男にドラゴンの頭を見せるよう言うと男は見つけることができず末っ子はドラゴンの頭を取り出して自分が倒したことを証明する。王様は 末っ子と王女を結婚させたいが、末っ子は地上へ帰るという。王女は末っ子についていくというので、王様は詐欺に二人を地上まで運ばせる。詐欺に牛の肉を食べさせていたが足りなくなり、王女は自分の桃肉を与える。詐欺が最後の肉が美味しかったというので王女が桃を見せると、詐欺は肉を吐き出した。命の水をかけると元に戻った。末っ子が、 父親の元に戻り、命の水をかけて、視力を戻させる。兄たちが自分からリンゴを盗んだことを言うと、兄たちは川へ飛び込んだ。末っ子は王女と結婚して幸せに過ごした。ありがとうございます。